にゃーいということでね、ポケモリついに配信がスタートいたしましたということでね、今回からエソゾやっていきますよ。大人も子供も姉さんもごきげんよう、ゴールド。はい、ということで罪人流刑地での一日がスタートいたしましたということで、まあね、このエソゾついにやってきたわけでございますがね、罪人村からね、このね、島流しにあったね、罪人たちがたどり着くと言われている、ね、この伝説の、ね、罪人流刑地、ね、ここの、まあ、管理人をね、まあ、任されたわけでございますよ、エソゾは。あー、もう本当に仕事しかね、よこしごねえの。あー、デザイナーだったりとかさよ、村長だったりとかよ、そう、やりたくねえんだって、エソゾは。そしてね、ちょっと今からマップでいきなりなんですが、移動して、ちょっとね、お釣りをね、しようかなと思います。まあ、釣り苦手だけどね。よどんだ潮風だぜ。なんか、魚を釣るみたいなこと言われたんだよね。で、魚をタップすれば釣れると。まあ、楽になったんじゃねえの？ああ、飛び物の時よりは。うわ、来た！どうしろ！アジ。あれがなんないね。なんか、プップ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 プってみんなな。いつもあるやつね。これがいいんだな、後ろで。鳥がなんかずっと、ねえ、あそこでなんか、歌歌ったらみたいな、ダンスイングしてるみたいな感じで。あいつ怖えよ、あれ。関わり合いになりたくねえな。危ねえよな、あいつはな。声かけちゃいけねえんだろうな。あ、とわみ。なんか誰かやるぞ。髪型ファンキーなやつがいるぞ。おい、誰だよ。ユナさんと何しよう。ユナさんがね、俺の動画一発目の。まあ、なんか、フレンドっつうのかな。もう、顔合わせりゃフレンドだから。何をしよう。じゃあ、ユナさんのバザーの品見せ。ユナさん何も言ってねえわ。ユナさん、空。まあ、売る気がねえんだろうな。まだ始めたばっかだから。ユナさんまだ何も渡せねえと。エソソには何も売れないよと。そう。まあ、ユナさん、海水辺大丈夫かな。自殺とかしねえかな、ユナさん。大丈夫よ、これ。まあ、いいや。とわみちょっと使ってみっか。とわみをちょっと使います。これで、まあ、いろいろね。もう魚がいっぱいゲットできると。楽なシステムになりましたよ。ずいぶんね。よし！めっちゃ捕まられてないの？これ。ねえ。よし！重っ！めっちゃ。なんか、UFO だったな。ごめん。めっちゃなんか釣れるみたいなこと言ってたけど、UFO だったわ。アジ2匹とイカと貝。ねえ。なんか別にそのまま普通に釣った方が楽なんじゃねえかなぐらいな。そのラインナップだったな。ちょっとショベイラインナップだったけど。まあいいだろ。ちょっとあいつ話しかけてみっか。なんか、こういうのは関わり合いになりたくなかったんだけどな。誰だよ、お前。スバクロ。お前、キャンパーとしては新人だろ。新人だけど。お前の張り切り具合を見れば、誰だってわかるって。いや、お前のが張り切ってただろ。全然な。なんか、海のような静けさを持ったな。冷静さあったよ。エソゾは。おいらはスバクロ。何を隠そう。お前と同じ。キャンパーだでおます。なんか使い方間違ってんじゃねえの、そのでおますは。語尾変えた方がいいんじゃねえの、それは。わからないことがあったら何でも聞いてくれ。聞きたくねえな。何も知ってなそうだから。知識とか何もなそうだから。なんかハートがね、これ増えてけど、仲良し度ってやつね。別にな、ちょっと話しただけでな、もう怪獣できんだもんな、こいつらな。ほんとちょろいぜ。おい、魚だ、食え。鳥好きだろ、魚。もらっちゃっていいのか。ありがとな、エソゾ。なんか、頭に豚が思い浮かぶな。なんでだろうな。呪われてんのかな。よーし、これからバーベキューだ。いや、焼くんかい。ね、生じゃねえのかよ。鳥は生だろうがよ。あ、すげえ、グリルで。まあ、俺は鶏肉のが食いてんだけどな。チキンが食いてえな、チキンが。ツバクロとバーベキュー、焼いて食べたら何でも美味しい。ついつい食べすぎちゃった。で食べすぎたもん何も、魚いいだろうがよ。めちゃくちゃエソソ手叩いてっけど、ね、煽ってんだろうな。燃えろ燃えろっつってね。チキンが食いてから。ね、もぐもぐのもと、ね、カチカチのもと、もぐもぐのもと、ね、おまけの方が置いてどういうことだよ。ね、太っ腹すぎんだろう、ね。なんかリンゴも欲しがってんな。なんか、持ってんだよな。よっ、いい汗かいてる。で、おます。な、それ帰ろって。まあ、いや、リンゴもやるか、おらくリンゴ食えよ。まあ、リンゴ食うんかい。な、くれるの？お前、気前いいな。こいつほんと、こじきなんじゃねえかな。すげえこじってくんだけど、大丈夫これ。
ありがとう、助かったよ。お前っていいやつだな。デオマス。それ変えろってゴビよ。ヤシの実とかあんじゃん。いいね、これヤシの実。ヤシの実これ出てくるの。これ。ねえ。おめえの頭でさ、ヤシの実かち割って食っていいか。ああ、腹減ったから。あ、ヒラメ3匹欲しいな、みたいなね、心の声が聞こえてくんだよ。なあ、ほんとにこいつ。マジ、生粋の小じき、マジで。やめてくれよ、ほんと。こじんな、こじんな。ユナちゃんはさ、ここでずっと何をしてんの？この子は。なんかずっと一点を見つめてるけど、なんか嫌なことでもあったんかな。早く帰った方がいいぜ。風邪ひくぞ。へぇ、鉱山ってのも行けんだね。ゴロゴロ鉱山。ね、フレンドと協力して入る。あと5人に手伝ってもらおう。いや、友達いねえ俺には当てつけか？ああ、友達いねえからってよ。あと5人っていねえんだよ。まあ、ユナちゃんっていう顔見知りは一人できたわけだよ。で、リーフチケット20枚で入る。リーフチケット課金するしかねえんだよな。買うか。通信やら。買わせる気ねえの。お、リーフチケット購入。ああ、この辺72時間限定。まあ、この辺は買うわな。リネス記念パック。この買うわな。何こいつ。なんかリーフチケットの風呂みたいに入ってるけどなあ。いや、しょうがない。この草チケ買ってっか。まあ、男はどどんどんリニュース記念パック買うか。ああ。すげえ噛んだけど。よっしゃあ。680枚。よっしゃあ。680枚あればゴロゴロ鉱山行けっから。ああ。これでゴロゴロ鉱山でゴロゴロしちゃるぜ。まあ、もう世の中すべて金なんだろうな。ああ。世の中すべて草チケだなもん。みたいな感じで言ってんだろうな。あのタヌキ野郎が。ああ。ちょうどいいところに、鉱石よりを手伝っていただけないでひか。ああ、いいよ。そのスコップで石を割って鉱石を探してほしいでひ。あとでちゃんとお礼を渡すでひよ。あとでなんだな。ああ、まあいいや。ああ、これ金鉱石とか、掘れんだ。ああ、やってみっか。鉱石を探そう。時間制限とかあんのかな。あと5回、え？あと5回、ガチャ的な感じ？あ、これ、あれじゃん。これ、あそこの、ツアーのやつじゃん。ツアーの曲。あ、ルビーだって。あ、いいね。めちゃくちゃボレーじゃん、ここ。めちゃ出るぞ。あ、金鉱石。すげえ。これ、改造リメイクで使えるのかな？あ、金鉱石。すげえ。めっちゃ集まんやん。めっちゃ集まんやんけ、これ。あ、金鉱石。いや、はにゃマッハで消えたぞ。俺の草地形が。お疲れ様でした。無事集めた鉱石は回収させてもらって。お礼の品を渡すでひ。早く渡せよ。なあ。え？これだけ？え？待って、金鉱石とかもらえんじゃねえの？え、どういうこと？これだけなの？なあ、お前、ふざけんなよ、ほにわよ。おめえ、その開いた口の中によ、セメント流し込むぞ、あれ。え、なんだこれ？え、なに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 ？俺、ここ移動したつもりねえんだけど。ああ。なんだよ、しず。エソスさん、ようこそ木漏れ日広場へ。ああ、なんかさ、別に来る予定なかったのにさ、ワープさされたんだけど、どういうこと？この場所について簡単にご紹介させていただきますね。ああ、なんかショップだろ、これ。まあ、いろいろ買えんだな。まあ、いいから、クソみてえなもんしか売ってねえんだな、ここは。おい、クソなき。お前、店潰れたの？お前、店潰れたの？もしかして。なあ。欲しい商品がございましたら商品をタップしてお知らせください。これどうやって買うんだ？ベルで買うのかな？工具だ、2800ベル。ああ、高えな。2800ベルは持ってねえわ。うん。スリッパ立て、1600ベル。ああ、持ってねえわ。いや、1600ベルはあるけど。ああ、服とかも買えんだな。いや、でも服はな。服はまだいいわ。ああ、俺結構このネスの服みたいなの気に入ってくから。まだエソソにはおしゃれは早いから。ね、クラフトでね、いろいろ物も作れるらしいんですけど、いやー、まあ今作りてえもんがあるかって言われれば、ないよね。あ、すげえ、リーフチケットで作れんだって。何これ、作ってみようか。リーフチケットいっぱいあるから。ねえ、タヌキチの椅子。作ってみよう。何これ、なんか、クソタヌキが乗ってんだけど、どういうこと？まあいいや、作ってみっか。まあいいよ、いいよ、リーフチケットどんどんもう指水に使うから。ああ、草チケット、俺は。ああ。もう、現金かけ流しよ。改造さん、商品の注文です。お願いします。あ、いつの間にかエソソスマホ持ってんぞ。ああ、エソソもう進化したもんだな。これほんとスマホなのかな、これ。これ、スポンジじゃねえの、これ。スポンジじゃね？注文してた品が届いた。中身を見てみよう。いや、ちっちゃいな、思ってよ。タヌキチの椅子。いや、しょっぺえ、犬だな、ほんとに。なあ、まあ、タヌキチクラスにはぴったりの椅子だな、これはな。親愛なる同志諸君。動画の視聴誠に感謝する。
未だチャンネル未登録の者は左のシンボルアイコンよりチャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、コアラズゲームショーは YouTube に存在し続けることをここに宣言する。